にスカート短いんだ。なんか見えちゃったりしないのかな。え、お腹も出すの？そんな体はしてませんどうしよう。ほら、聖子姉ちゃん、いつからここに。部長、あ、ミナちゃんに呼ばれたんですね。でもミナちゃんは結構前に飛び出していってから戻ってきていませんけど。ごめんなさい、私が転校生さんの来訪を知っていたら。え、お手伝いに？あ、そうですね、実はステージを任されていまして、私なんかに皆さんが立つ舞台を作ることができるのでしょうか。私のこのポンコツなセンスではがっかりさせてしまうのではないかと。え？聞いていないんですか？天文部でアイドルユニットを作るってミナちゃんが言ってましたけど。はい、それでダンスを覚えて披露をするとかなんとか。え、誰に披露するとかはまだ聞いていなくて。ごめんなさい、先に聞いておくべきでしたよね。ああ、こんな私が肩を並べてアイドルなんておこがましすぎます。お見苦しいものを見せちゃいます。ステージ周りは完成しました。はい、ココノさんにもお手伝いいただいて。ですがさすがにこれはどうかと思います。本当に申し訳ございません。こんな大根のようなお見苦しい足を露出してしまって。ミナちゃんにもう少し長めの丈をと言ったんです。みんな外丈で合わせているからダメだって。生意気を言ってしまった私がいけないんです。まったく、ココロちゃんはもう少し自分に自信を持ってほしいですね。ああ、そうそう、万が一見えてしまっても大丈夫なようにきちんとインナーは身につけていますから、ご安心を。少し残念でしたか？今日はリハーサルということで、夕方から天文部全員でお披露目をします。ぜひ転校生さんにも見ていただきたいところですが、お時間はありますか？そうですか、それでしたらぜひ。ココロちゃんはもちろんですが、天文部のメンバーも皆さん張り切っています。私が言うのもなんですが、可愛いですよ。